のしゃがれ声で聞かせます。せいけたわが山エボーオーボヘビアあふれかけと茶のつなげて幸せ求めちゃいけないでしょうか。さんは私うるさいですよ。あ、そうですか。よくライブ見に行ったんですから。新宿のねライブハウスでね、はい、バーボン飲みながらね見てましたよ。へだからその当時のね平野様がね、はい、やっぱりその表現してましたね。鶴太郎さん、ウーロン茶飲みすぎですよまだ一つ目ですよ。ちょっと二日酔いなもんで。さあ、それでは得点お願いしましょうか。はい、白のたわやま英子さんか、うん、それとも赤の松村和子さん、大石まどかさん、工藤兄弟か。スイッチをどうぞ。